クシュベントは、ドイツビュルテンベルク州シュトットガルト行政管区のオストアルプ郡に属す町村である。クシュベントは、3つの自然地域、アルプフォアラント東部、シュールバルト及びベルツハイムの森、及びシュベービッシュスコイラアスラントに含まれる、シュベービッシュフレンキッシュ森林産地のそれぞれ一部を含んでいる。この町は、ベルツハイムの森とシュベービッシュフレンキッシャー。 バルト自然公園内のフリッケンホーファーコーチとの間に位置し、ラインガーサガンの支流であるクシュベンダーロート側に面している。この町は、北西はフィヒテンベルク、北はガイルドルフ、東はズルツバッハラウフェン、南東はエシャフハ、南はルッパーツホーフェン及びシュプライトバッハ、南西はアルフドルフ及びベルツハイム、西はカイザースバッハ及びムルハルトと境を接している。 自治体としてのクシュベントには、かつて独立した町村であったアルタースベルクとフリッケンホーフェンに属していたものを含め、85の村落、小集落、農場、家屋が属している。2015年現在の州統計局のデータによる、1293年に最初の文献記録が残るフリッケンホーフェンはこの町で最も古い記録を持つ集落である。しかし、 クシュベント入植地は12世紀半ばにはすでに形成されていたと考えられている。クシュベント周辺の森もそれほど遅くない時期に開墾された。周辺は森を焼いて開墾する方法で行われた。これがクシュベントの語源となった。木々の樹皮を剥き、乾燥させて枯死させるか、火をつけて燃やすかして樹木を取り除いた。クシュベントの紋章に描かれた炎は、 この焼き払う作業を表している。クシュベンとは、はじめは重要性の低い集落であったが、シュベービッシュ春からガイスドルフを経由して、グミュントへいたる街道とベルツハイムからアーレニへの街道と左下に一本ずつ緑色のモミの木が描かれている。この街の紋章は、地口で町名を表している。クシュベンリターは、火によって開墾された森を意味している。この街の旗は、 赤から木である。1820年頃の村役場が使っていた印象は縦長の楕円形でカニが描かれていた。この図柄の意味はわかっておらず印象は忘れ去られていた。1926年にシュトットガルトの文書館館長が燃える枝を紋章の図柄として提案した。村役場はこれに基づき現在の紋章を採用した。 1956年5月26日に、バーデンビュルテンベルク州内務省によって、現在使用されている紋章と旗が認可された。クシュベントは、沿道に多くの見どころがある、牧歌街道沿いにある。森の体験路、バイターベークは、ローテンハルからシェーンベルクへの街道沿いにある。この体験路は、銃のステーションを有する芸術と施策を組み合わせた道である。 ホルラーヒエンの旧学校県村役場内に郷土博物館が入居している。ハークベルクとトイフェルスキューヒエクシュベントは連邦道 B298 号線によって全国的な道路網に接続している。クシュベントには基礎家庭、本家庭学校に工業実家学校を併設したハインリヒイコールプレシャーイコールシューレがある。フリッケンホーフェン地区には モンテッソーリ教育による基礎家庭学校がある。私立職業専門学校、セルキャクティブは本部を駆ュベントに置いている。また、町立3園、教会運営3園の幼稚園がある。毎年収穫期の初め、多くは8月の第1週末に初めて収穫した穀物を積んで飾り立てられたガルベンバーゲンが子供たちやグロック検隊を引き連れてプフェルデから 丸くと広場の教会まで練り歩く。この習慣は1817年にまで遡る。この年、1816年に大飢饉に襲われたことを踏まえ、最初の収穫を教会に奉納する祭りを行うことが定められた。クシュベントは越信源と並んで、現代まで住民の多くが参加してこの習慣を伝えている数、少ない町の一つである。1857年の大火の後、 各種ベントの住民は必要に駆られて村の中心部を完全に再建した。街を貫通するメインストリートの一部が四角くならされ新しくて広い丸くと広場が設けられた。それまでの場所は家畜市に理想的なものではなかったのである。この集落は年に2回の市場開催権を1760年にはすでに獲得しており、1776年には 年3回に権利が増強されていた。これは16世紀の行政中心地の刷新と並んで、現在の中心集落への発展につながるマイルストーンであった。市場は、区主弁と農業の中心地にし、商業や産業を促進した。この町は遠方にまでその名が知られ、往来に便利であった。当時の市場には500棟から1000棟の大型家畜が集まった。 例えば、1887年2月の市には1425棟が集まった。モータリゼーションとテクノロジー化の時代になると、クシュベントの市場にも、かつてほど多くの家畜が出品されなくなったが、それでもビュルテンベルク北部で最も重要な市の一つに数えられている。フリードリヒ・ホン・シュミット。ありがとうございます。